さんは石原さんに謝ったのかっていうコメントが、まあじゃあせっかくなんで、例のやつ頼む。あの後代表ともは、まあ実はまあ話をする機会がありまして、だまあ石原さんは俺も若い頃はようやったから気にすることないよっていうふうに言って、俺が若かったら匿名の喧嘩になってたけどな、ははは言って終わりました。でまたカーッとしてなかった？全然大丈夫ですか？はい。まあ、だからそういうもんなんですよね。でさっきちょっと出てましたけど、別に、僕はですね、国粋主義の政党を作りたいとかそういうことは全然思ってなくてですね、今本当に必要なことを言ってるだけで、まあ、そういう意味ではやっぱり結局議会ってのは数も必要で、やっぱり野党では限界があるんですね、やっぱできることに。はい、あと2分です。はい、まあ、そういう意味ではね、今からそのまあ、いろいろぶつかることもあるでしょうし、そのマスコミでね、いろいろ言われることも当然あると思うんですよね。でもそれをやっぱりさっき田沼さんがすごいいいこと言ったんですけど、お互いやっぱり話し合う、議論するっていうことだけは絶対逃げちゃいけないなと。そうですね、パッと見で諦めたりイメージだけで判断しないで、粘り強く粘り強く何としても日本を立て直すんだということで、行かないといけないなというふうに、本当に反省も含めて ね、今回維新と民主出せたときに非常に思いました。本当ね、橋本代表がおっしゃるようにね、この日本をね賢く強くしたいんですよ。多分そこは誰も反論ない部分だと思うので。あと1分です。どうでしょうか林さん。もうね、僕はさっきからですね、最後の締めはぜひ浦野さんにですね、明日も見たらよろしいですやんってこう言っていただきたいな。じゃあ今日の最後の一言は、明日は出ていくなやっていうのは、じゃあそれで締めてもらいましょう。それで締めていただきたい。じゃあ決まりということで、はい、好きな言葉で言葉で、はい、はい、7、はい、どうぞ。明日も見たらいいですやん。見たくないやつは出てけっていうことですね。はい。